黒田議員、長野県は木曽漆器、飯山仏壇、松本家具など7品目が国指定の伝統的工芸品となっております。昨年、会派で、金沢市へ伝統的工芸品担い手育成について視察をしてまいりました。金沢市は大きい市ですけれども、文化人材の育成に向けて技術研修者養成施設を作りまして、一つとして若手工芸作家などの担い手育成に力を入れ、研修奨励金として月額10万円支給、丸二として小中学生を対象とした伝統文化子ども塾、高校大学生を対象とした伝統工芸の講座、丸三として指導的人材の海外研修に最大で100万円の助成、丸四としてふるさと納税制度の寄付金の繰り入れなどで、修了生のうち4割弱が研修修了後も金沢市やその近郊に残って金沢の文化的活動を支える人材が育っているとのことでした。このように金沢市では教育の現場や日常生活の中でも伝統的工芸品に接する仕組み作りが進められています。そこで地場産センターを基礎漆器の拠点施設や人材育成にどのように活用していくのかお聞きしたいと思います。塩原政策担当部長。まず拠点施設としての活用という点で、お答えいたします。地場産センターにつきましては、職人を巻き込んだ地域外への市場販路開拓の先導役でございます。また、顧客と産地をつなぐ不可欠な存在かつ、産地継承の生命線であるということを、まず認識しておりまして、それに伴いまして、含めましてですね、重要伝統的建造物保存地区指定される漆工町木曽平沢や奈良へ誘引する玄関としての観光拠点であるということもございます。また、松本木曽広域圏に及ぶ地域来訪者に対する地場産品の販売拠点という部分もございます。さらに店舗を持たない職人が制作した漆器を取り扱う基礎漆器の販売拠点という部分で活用しておりますし、またこれからも活用をする予定でございます。次に人材育成という点でございますけれども、まず文化財修復事業につきましては、若年職人が収入を得ながら技術を習得向上させることのできる貴重な場でございますし、また、公益的機関としての受注業務を地域の職人に外注しており、新規技法の開発や既存技法の継承など、人材育成の場としても活用してまいるということでございますので、お願いします。12番、古畑議員。道の駅としてもあそこあるわけですが、今後も道の駅としての機能確保については考えているのかということです。それからインバウンドのこともありまして、国や県は観光トイレに大変力を入れていると聞いております。昨日も小沢議員から快適なトイレを作ってというようなことがありますが、今言われましたが、私も快適なトイレを作って有名にして観光客がそこへ来て、あそこへ足を運んでいただけるというような、形で、一つのトイレを一つの、この有名にさせることによってあそこへ入っていただくような、そんな考えも大事じゃないかなというふうに考えておりますが、この辺についてのお考えをお伺いします。小布施建設事業部長。道の駅のトイレの関係でございますが、まず国としましても、今、道の駅については、最重点課題、最重要課題でというか、重点的に整備をしていくんじゃないかということを言っております。あと本当に道の駅で一番気になるのがトイレでありまして、
きれいなところにはまた寄ってみたいといったような意見、トイレを清潔にしておくことで周遊観光促進や道の駅へのリピーターの増加といったメリットも期待ができるということは議員ご案内のとおりでございます。国としましても、国土交通省の補助はございませんが、観光庁の方で、推薦課 のトイレの改修補助とかありまして、そこら辺を活用していけばいいじゃないかと思っているところでございます。12番古田議員、ぜひ検討をしていただきたいと思います。それから昨日も篠原議員の方から出されましたが、この財団がの設立目的が伝統地場産業の健全な育成及び発展で地域経済の活性化に貢献し、地域住民の生活向上と福祉の増進に寄与するとしております。基礎漆器と地場産維持産地の維持のためには、今回提案の今後の方針については理解しますけれども、赤字になれば市が負担してくれるというような考えで、管理運営がどちらも責任取らないようなルーズな風にならないように、市と地場産センターの職員との間で問題意識の共有を都度しっかり測ってやっていくことが重要だと思いますが、どのように考えているでしょうか。塩原産業政策担当部長。はい、議員おっしゃる通り、だと思います。昨年度実施しました、経営計画の策定にあたりまして、地場産センター職員と、かなりディスカッションを重ねたりする中で、すでに、共通認識をしっかり持っておるところではございますけれども、今後、実際に売り上げを、上げていく、あるいは、利用者数、利用者の、利便性を高めていくということを踏まえる中で、今後も緊張感を持った中で、さらにそういった共通認識を、しっかり、把握してまいりたいというふうに考えます。12番古田議員、よろしくお願いします。括弧2として大規模改修のと今後の経営方針の関係でございますけれども、大変私もこの間記載ありまして、見させていただきましたが、大変大きな建物で木造で、ございまして、あれ全部維持していくことは大変だなというような思いをしたわけですが、この減築いわゆる建物を少し減らしていくというようなことは可能なわけでしょうか。塩原産業政策担当部長。はい、大規模改修の、計画策定の段階でですね、建築についても検討をさせていただきました。木造の建物については構造上あるいは耐震性の問題上建築することは、まあ、望ましくないということで、その中で結論付けをさせていただきましたので、お願いいたします。また建築すると国県の補助金の返還も生じる可能性があるという部分もございますので、合わせて申し上げたいと思います。以上です。12番古畑議員、それからその時にいろいろあそこ見させていただいたんですけれども、まあ、国道からの出入りというのは大変しにくい状況になっております。特に名古屋の方から来た場合には下りでカーブでということで、下手にあそこへ入るにブレーキが後ろからぶつけられてしまうような状況もあります。そういう部分では出入り口を測ることが必要だと思いますし、国道もできれば下りのレーンの整備、それから分かりやすい誘導看板の設置等が必要だと思いますが、この辺についてのお考えをお伺いします。はい、小野瀬建設事業部長。さっきの小沢議員にもご答弁させていただきましたのと多少重複しますけど、国道には危険な箇所、老朽化した道路構造物が存在して、防災安全の安全対策施設が必要とする箇所が数多くあります。国土重機号ですが、また国の緊急輸送路にも指定されているこの道でありまして、
この地を訪れる観光客、地域住民に安全な道、安心して通過できる道だと言えるために、国道19号の改良整備をさらに進めていく必要があるということで、木曽郡6町村と本市を含めた1市6町村で、今年度から仮称木曽地区国道19号整備促進規制同盟会を設立をしていく予定であります。その中で、要望活動を行っていけばいいんじゃないかと思っております。12番古畑議員。はい、ぜひお願いします。それから引きと、今度奈良川市場をあの中入れるということですので、その辺の農産物との売り場の区分けというのも当然必要だというふうに思っておりますが、この辺についてはどのような形を考えているかお伺いします。はい、塩原産業政策担当部長。はい、現在奈良川市場と地場産センターの距離が離れておりまして、回遊性が低く、相続効果が発揮されていないという状況でございます。したがいまして、大規模改修工事におきまして、地場産センター内に農産物の売り場を移設し、回遊性を高めてまいりたいというふうに考えております。12番古畑議員。それから最初のところでも言いましたけれども、湿気全体がなかなか今落ち込んできているというようなことも聞いているわけですけれども、最近の基礎湿気全体の売上状況はどうか、そしてまた今回の方針の中で売上増加に向けた取り組みをしていくということですが、その内容、それから名古屋城の関係の部分が今度なくなっていくわけですが、この文化財回収事業というのはコンスタントに今後もあるのか、お伺いをしたいと思います。石原産業政策担当部長。はい、何点かございましたが、まず一つ目でございます。基礎漆器組合の基礎漆器の売り上げということでございました。基礎漆器工業協同組合さんへの聞き取りということでお答えさせていただきますけれども、基礎漆器の売り上げにつきましては、平成元年に約80億円の、売り上げがありました。それをピークに、年々減少を続けておりまして、26年度に26億円に、達しました。それ以降は、26億から26億5千万円の間で、横ばいをしているという状況でございます。2点目でございますが、地場産センターの売り上げの、売り上げ回復の、手法という点でございますけれども、本年度からすでに、取り込んで、やっている部分もございますので、そこら辺についてお話をさせていただきたいと思います。まず店舗販売におきましては、商品構成、展示配置、動線の見直しを行う、あるいは、ポップの充実を図るということを、やってございます。また、外商あるいは卸売りにつきましては、最近調子のいい店舗、重機、ここら辺を中心にですね、記念品あるいはふるさと納税、卸売りの強化をしてございます。またネット販売につきましても、SNS 等を活用した販売サイトの、随時更新ということで行っております。また企画展などにつきましても、漆器祭、木のおもちゃ展、あるいは、連休中の特別展示等で、売り上げ、利用者の増加を図るということを、行っておるところでございます。次に3点目でございますが、重要文化財の、見込みという点があったかと思います。これにつきましては、文化財の指定件数が年々増加しておると、これ全国的な傾向でありまして、一定程度の、ものがあるのではないかというふうには捉えております。今年度につきましても、憲法である、松本市里山部のお船修理工事、あるいは、安曇野市内の祭り舞台の修理工事、寺院の変額修理工事など、予算上ではございますけれども3300万円ほどの事業を、行う見込みでおります。
何かお問いもらいましたら。12番。